前来た時に昼に血を吸われたので靴下とか履いて超ダサいけどこの格好で来ました。安全のために。なんかおったん？メダカ。メダカ？メダカかしらんけどちっちゃいメダカみたいな魚。これも入った。めっちゃおるやん。そう、前エビおったから気をつけてな。え、エビ？あ、めっちゃ大きいのおった。2匹ぐらいおる。あ、おった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 。こっちこっち構えて構えて、こっちこっち、もう一人いる。その間からも出てこんかも。見とかなかった。いや、あのこっち行った、こっち行った。え、怖いね。うん、だから出て行ったんやつ。こっちもう逃げとはそんな。くそー、それが最後の魚だった。いや、おったおった。え、カニおったって。あ、ほんまや。え、あ、それぐらいのサイズちょうどいい。ナイス。オッケー？捕まえた？うん、捕まえた。ビッグバン！ほらな。くそー！これのビッグバンが。俺のビッグバンって何や？ほら。カニおった。いっちゃ。ほんまや。いっちゃ。あ、おった。おったおったおった。おるよ。小さい。今小さい子がいっぱいおるな。あ、おっとおったおった。小さい。小さいの対応。え、え、え、ちょっと待って、クワガタ。え、クワガタ。え、え、嘘やん。クワガタやんな、それ。クワガタ、クワガタ、クワガタ。今回は巨大クワガタやったな。ヘビしか探してないわ。今からビッグバン使います。ビッグバン、ビッグバン。あ、逃げ逃げ逃げ。わあ、あ、撃った。え、撃たしてない。わあ、お前だ。おもろ。あ、いや、こけたら面白かったんやけど。嘘じゃん。命がけや。さすがに黒人ダサいよ。いや、だけど前ポケポケ危ないよ。なになに、何がよ。いや、あ、深いです。いや、やん。小さい小さいカニカニ。怖いのはね。これ森の中が多いね。ヘビを食べる。潰す。ヘビ見つけたらタケルが食べようとするから。次ヘビ。ヘビより怖い。食べる。食べないけど。え？いや、味確かめるんだ。嘘。ヘビとカエルはな、鶏肉みたいな感じなんかな。大丈夫？頑張れ。あ、危ない危ない危ない。危ない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 。危ない。いや、お母さんやろ。え、お前でかっ。めっちゃ大きいやん。ええけど、い、持っては帰られへんけど。おーおお、入った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 。おお、飛んでいった。めっちゃ大きかったな。大きかったな。お母さん、これどけて。え、お母さん、君、これ、あ、これ、君、君、その手袋の意味なんやねん、軍手。いや、ちゃんとたまにだけ。たまに？今ものけてよ。それのけれたらのけれるやろ、さっきの。ちょ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 、届かん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 。ちょっともうちょいの、飲ませるやろ、飲ませる。はい、もうええで、もうええで、もうええで。はい、出て。何入っとうか。なんか昼ついとる、びっくりした。お昼や。キルつけて歩いて、あのおっさん。ミヤマよな、絶対。うん。クワガタな、欲しい人がおったらな、ええんやけど。この入れ物ごとあげていて。なんか、あ、捕まえとうかおるやん。なんか、え、ちゃうんか。あれ、持って帰るのかな。それやったらなんかいらんかな。すいません、クワガタとかっていらないですか。捕まえたんですけど、うち持って帰れな、え、欲しい？あ、もう入れ物ごと。はい、いえいえ。好きな人にもらってもらえたってことやな。いや、俺前の俺やん。ん？昔の俺やん。そう、渡るも一時めっちゃハマっとったもんな。めっちゃハマってたから、その時は全種類分かった。カニ探しや。え、まだ、まだカニ探しに行く。だってもうカニ少ないやん。俺もう帰りたい。帰りたい。3匹
捕まえてない。いや、めっちゃ捕まえた。もっとおるで、もっとおるで、見てみ。1,2,3,4,5,6 足りへん。ほな、10匹になったら帰るな。10匹になったら帰る。あと4匹。うん、ヘビ4かな。またヘビ探したよと思うんけど。これね、行くわ。おらんな。どうだー。カニ見つけた。入れて入れて。はい、はい、ゲット。あと3匹か。頑張れー。タケルの食料や。おっと、え、そんなに大きいの。ディカブツやろ、ディカブツやろ。やばい、俺ビッグマンできへん。ああ、なんか、ああ、走ってる走ってる走ってる。大きいの食べるん、タケル。え、食べへんか。食べへんね、ったら逃がしてよ。え、食べへん。食べんのか。大きすぎず、ちっちゃすぎずな。それを、あと5匹ぐらい。それを、あと5匹ぐらい。それを、あと5匹ぐらい。増えとるやないか。どけ。捕まえた。はい、捕まえた。お、それはいけそうですか。これ4匹、うん。え、多分。多分。入れて、入れて。うん、こっちや。ああ、大丈夫。残り5匹か。いや、減って、全然減らへんやん。あ、残り4匹、残り4匹。それでもおかしいんやけど。え、ビッグバン使う、これ。うん、使おう、マジ。ここは絶対を。魚とか。まあ、おらんのじゃん、そういうのに限って。さあ、あ、おる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 、尻尾が見えた、今。え、普通に、うん、骨の下に、尻尾。尻尾が、ほら、ひらひらしと、ひらひらしと。お前、ここにおる、ここ。行くぞ。行くで。うん。そんな手使って。無理やった。そらそうやろ。0.5 サイズのカニがこの下に入ってきた。カニゲットしたよ。まだ入ってたの。いや、あの、それでもちっこいやつやな。どっかにおるやろうけど。どっかにおるやろうけどな。無理や。何？投げた、なんか。なんか、なんかぶつかったんやけど。いやいや。いや、もう最悪なんやけど。投げたやろ。今なんか拾った。完全に投げたやろ。最低やろ。いや、もうええで、向こう向いたら投げるけやろ。最低やろ。最低やろ。ほんま死んだ。ほら、あ、最悪。くそも！もうなんで投げるんよ。最低なんやけど。いいや、投げたやろ。はいはい。はい、終了か？いや、あと 1.5。1.5 ってなんやろ。あれ、なんかの骨っぽくない？これ。あ、動物や。あ、動物の骨っぽいよな。うん、動物や。動物の骨っぽいのがある。結構大きいで。これほら、指からしたら。普通にお母さんの小指ぐらいの大きさがある。ほんま体の一部なんかなみたいな。あ、出た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 、おったおった。待って待って待って。で、その辺めっちゃおらん？違うかな？お母さんの目が悪いんかな？なんか、なんか、その辺なんかおらへん。おもろお母さん。え、違うん？雑草。え、あっちも？お前何落としたの？あっちの橋も？あれも雑草？うん。そうな。うん。出たける。助けて。こん中に逃げた。0.5 を逃がしてしまった。0.5 ちゃうって。0.5 やつ。みんなから何言うとんだ、エルは。頑張れ。最悪や。ヒールがいる。ヒール？ついてた？うわ、ほんまや。うわ、でかい。うわ、うわ、めっちゃ大きい。いや、もうあれぐらいでいいかな。食べるんやな。いや、食べる。だやな、あかん。あかんよ、イエイ。こっちも大きすぎるんか、これも。できないから、本気出したるわ、俺の。いや。うん。やるわ。あ、これ。こっちだけで死んでたよ。頑張れ。え、頑張るじゃねえよ。そういう時、大体おらへんから。あ、おった。え、一緒なのさっきの。いや、でも、A ぐらいの。A ぐらいの。あ、2匹おった。
あ、もうに渡るの、足元逆からした方がいい。あ、いやでもこっち来た、こっち戻ってきた。もう取れる。いや、0.5 じゃん。あ、2匹や、俺はもう0.5 と0.5 で、あ、それで完璧じゃん。これで完璧。まさかの今回はな、ミヤマクワガタも捕まえられたし、しかも何の骨かもわからん骨が発見されて、何の骨やろな、人骨じゃなかったんやけど、人骨やったら怖いわな。猿の骨とかやったら、うん、結構でかいよ。あ、そう、でもなんか部分的な骨やったからさ、わからへん。人間の赤ちゃんぐらいのでかさやな、ね、ああ、猿やったらな、うん、これぐらい丸々残っとったらそうやな、うん、あの動物でな、それ見つけられたことあるよ。ほんま、うん、怖いの俺知らん人の前で歌って恥ずかしい普通に歌っとった人が来たよ。俺下向きながら歌ってた、前みたいな人アホや急にうわ、切るや、お前座れてる、え、めっちゃ切れてる。うわ、え、お母さんの方に言わないでしょ。お母さんの方にちょっとやらかった、大丈夫。うわ、靴下にヒールがついた。喉乾いた。うわ、足は噛まれて なさそうかな、多分。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。